いや、もう、ダメだ、クールロールプレイできん。アホさが出てしまいいんじゃない？ いっか。うん。まあ、なんかクールっなんぽかく見こう、えて、ひとみちゃんに甘い感じの。テンパるところでね、ちょっとね。なんかこう合わせてくれてる感じのロールプレイでいいんじゃない？あ、確かに。かわいいひとみちゃん。冷たく突き放されたら、悲しいからな。いや、君はそこに残っていればいいって。なくもないんですよね、NPC 扱いとしては。でもなんか、卓によっては、そう一そうそうそう。旦、この、最初の開始地点に置いて自分たちだけ、みたいな。そう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 そ
え、今までそういう人いました？さすがにそこまで広くはないけど似たような人がいた。だからね、今回は相手してくれて助かってます。いや、もう甘やかしちゃうよ。助かる。甘やかすか。じゃあ再開しましょう。はい。はい。では、素体か、じゃない、最初に目覚めた部屋に戻るってことでよろしいですか？はい。はい。はい、じゃあ戻ります。よいしょ。ではですね、あなたたちが最初の部屋に戻ってきますと、2つ変化している点があります。うん、ちょっと待ってね。はい。まず、歪んでいた両扉。これが完全に破壊されて、その辺に転がってます。ここも通れるようになってますね。やったね。嬉しいね。嬉しい。やった。嬉しいな。はい。また、壁に寄りかかってた死体がきれいさっぱり消滅しています。あら。以上。では、進化しましょうか。この扉が壊されてる。はい。金属製の大扉なんですけど、べっこべこです。ものすごい力というわけか。リュウジさん、だいぶなんかパワフルそうだけど、リュウジさんではこの扉は無理か？さすがに人がなせる術ではないだろう、これは。やっぱりそうだよな。だね、こうなんかハンマーとかあればいけるかな？そうだな、道具を使った可能性は。これが素手とかそういったものだとすると、とんでもないものがいるということになるな。いや、でも、私の感覚だがあんまり人間ではなかったような気がするんだ。じゃあ、人間じゃないならどんなの？犬とか？ゴリラとかじゃないか？あ、ゴリラか。人型の生物。あと、死体がなくなっているんだ。本当だ。あ、本当だ。安心できなかったのが、これで安心か？安心できたのか。安心なの？いや。何が安心なの？何も安心じゃないな。結局、あいつは履いてなかったんだぞ。そうか。安心できるわけがなかろう。そうか。ハイテクだね。うん。ハイテクだな。やっぱりハイテクだ。すいません、GM、はい、キーパー。はい。血もなくなっているんですか？いや、血だわりはありますね。ああ、なるほど。うん。さすがにそこまでモップが消したりとかはしてない。うんうん。血は残っている。死体だけ回収されたというわけか。あ、そうなんだ。近づかないようにしないと。回収する必要があったと考えていいのか。まあ、彼が持っていたものは私たちが全て回収しているし。いや、一つ回収できてないものがある。何？あいつの白衣だ。は？俺たちはやってしまった。白衣欲しかったの？欲しかった。どうなんだ、それは残念だね。何かに使えたかもしれない。確かにな、血がべったりついていてあまり触りたくなかったが。じゃあどうしよう、C の扉の方も確認してみるか。そうだな、うん、まあ普通にカードリーダーがついてますね、うん、シュッシュッシャキーン。よし、では扉が開きますと隣の部屋が見えますが、入りますか？ちょっと覗いてみます。覗いてみると、入る前に軽く見に見る、うん、開けてから、まあうん、まあ散らかった部屋って感じです。うん、散らかっている。そうだな、いや待て、うん、これは散らかっている。そう、
散らかっている。そうだね。入ってみようか。そうしよう。うん、入ろう。入りました。さて、こちらの部屋は電気がついてまして明るいです。実験に使うと思われる薬品や器具、資料が足の踏み場がないほど散乱しています。で、ここでちょっと今回のシナリオの説明が入るんですけど、はい。こういうマップにいろいろ名前が書いてあるじゃないですか。散らかった部屋とかデスクとか PC とか足跡、ゴミ箱。こういう名前が書いてある場所は調べられる場所だと思ってください。だからなんでこの部屋の場合は 1,2,3,4,5 箇所ですね。部屋とデスクと PC と足跡とゴミ箱。っていった感じです。まあでも時々こう名前書いてないけど調べられる場所もあるので、とりあえず名前書いてある場所は調べられると思ってください。はい。はい。はい。ではシーン開始しましょうか。うん。これは散らかっている。だいぶ散らかってるな。足の踏み場もないよ。片付けが苦手なのか。うん。いや、そんなレベルじゃないけど。まあちょっと、なんとなく端に寄せながら、ちょっと中見てみるか。そうだな。だね。どっから行きます？まあ近場のデスクからでいいんじゃないか？そうだな。うん。そうね。なんか見ないふりしてるような、目立つようなものがあるような気がしないでもないけど、デスクから行きますか。はい。デスクから行きましょう。行きましょう。はい。デスクの上には乱雑に書類が散らばってます。この中から気になる書類について見つけるためには、図書館の技能に成功する必要があるでしょう。ああ、なるほど。図書館振ります。図書館振りますか。任せろ。あ、危ねえ、雑談で振るとこだった。危ない危ない。えい。ああ。ちょっと変われ。変われ。わからない。お前じゃ見つけらんねえよ。変われ。図書借ります。よいしょ。図書かった。図書かったね。図書かったってなんだ。図書かったな。はい。ではあなたたちは気になる書類を発見しました。書類の名前なんですけど、タブー実験報告書っていう名前の書類です。タブー実験報告書、はい、見てみます。見てみましょう。うん、はい。ではその書類にはまず写真が載ってるので写真貼りますね。こういう写真が貼ってあります。仮面ライダーか。仮面ライダーか。で実験報告書の内容を送りますね。情報欄に送ります。送りました。はい。実験1回目アルファ1、変身させたところ素体が即死。変身体の DNA が人間のそれと違いすぎることによるショック死とみられる。人間としての生命維持に必要な細胞までズタズタに破壊されていた。実験2回目ベータ1、 DNA 配列が少しでもアンノーンに近い素体を使用。変身させたところ一定時間自我を保つことに成功。5分後会話がままらなくなり、意味不明な謎の言語を話し始める。強制的に変身を解除。その後は植物人間になってしまう。やはり人間がもともと生まれ持っている DNA 配列のままでは無理がある。別のアプローチを考えよう。実験3回目ガンマ1ガンマ2、腕からあらかじめアンノーンの DNA 因子を注射。その結果変身の負荷をまともに耐えられた初の素体となった。出力を絞っても D3 を圧倒的に上回る身体能力とパワーだ。しかし出力を 100% に上げると素体は自我を失って暴走した。ちょうどいい機会だと思いワクチンのテストも兼ねて発砲。対象は10分以上苦しんだ後変身解除し死亡した。大成功だ。次回の実験ではさらなる適用率の高い素体を3体厳選して実験する、といったような内容が書いてありました。もう一個ありまして、図書館に成功したので備忘録と書かれたノートを発見します。ページをめくるとアンノーン生態研究チームとタイトルが書かれた下に人の名前がいっぱい書いてあるような書類がありました。すべて手書きで名簿のようなものです。画像を出します。こんな名簿がありました。ん？ヘビ人間皆死んだ。いつの間にか侵略されている。一刻も早く開発を終わらせねば。はい。この書類は言ってくれればいつでも出すので、ネバ見たかったらまた言ってください。語尾がネバだったぞ。ネバだったな。そこ重要なポイントなの？納豆が好きな可能性がある。ああ、そうなんだ。そっか。そうだね。
重要ではないな。多分あまり関係ない。たまにハテナがいっぱい浮かんでます。一つが見つかったの？一つ気になるのが、このタブー実験報告書に書いてある実験3回目、ちょうどいい機会だと思いワクチンのテストも兼ねて発砲、対象は10分以上苦しんだ後変身解除し死亡した。大成功だ。これなんだが、俺たちが最初にいた部屋、あそこにいた三角さん、あいつが実験体だったんじゃないのか。次の実験ではさらなる適応率の高い素体3体厳選して実験する。それがその3体というのが私たちか、俺たちなんじゃないのか。2人は知識の判定を行ってもいいです。アイディアでもいいよ。アイディアいきましょう。アイディアでいきます。えい、成功するかな。じゃあこの資料を読んで、その3体ってもしかして自分たちじゃないかなと思ったあなたたちはふと自分の手を見ます。これなんですけど、もしかして三角3じゃなくて三角2じゃなくてデルタ2なのではないか。デルタ2と思うでしょう。アルファベータガンマデルタね。ガンマデルタ4回目。なるほどな。やはり私たちが次の実験体ということで間違いないのではないか。間違いない。だとすれば、先ほどの男はデルタス、デルタ3と考えていい。ということは瞳さんは違う？私は手には何も書いてないよ。そうだよな。また俺たち二人には腕に注射痕がある。これがそのアンノーン DNA 因子というやつなんじゃないか。二人はそんな跡があるんだ。実はなと言いながらこうスッと腕見せておきます。あ、本当だ、痛そうだね。まあ痛くはないんだがな。あ、そうなんだ。よかったね。知らない間に注射されるというのも、でもちょっと気味が悪いものだ。それはそうだね。私も嫌かな。嫌でもこうちょっと薄めで見ながら注射されたいものだよな。それはちょっとわかんないけど、できれば注射されたくないかな私は。まあできるならそうだな。ちなみに三上瞳に注射痕があるかは確認しないと思うんですけど、どう思います？確認します。はい、ちなみにじゃあなんかそんな感じの、どうぞ。私にはこういう風に注射痕があったが、瞳さんも一応見せてくれないか。いいよ。じゃあこう腕めくってもらうんですけど、三上瞳の左腕にも注射の跡があります。なんですけど、あなたの腕の跡よりも大きいです。なんていうか針が太いというか、注射痕の跡が大きいなってのは思いました。なんだ、ひとみさんも注射されてるじゃないか。本当だ。しかもか太いぞ。嫌だな。だいぶ痛かったんじゃないかなこれ。献血か。痛そう。献血の針は太いって言うからな。献血？まあ血を誰かに提供することだな。そうなのかも。それか健康診断かもしれない。病院着みたいの着てるし、病院じゃないと思うよ私。まあ顔色は悪いからもしかしたら血を抜かれたせいかもしれないな。ここってもしかして病院だったの？船の中の病院かもしれない。繊維やつ？そうなるのかもしれないが、あまりにも状況がおかしすぎるな。他調べるか。うん。どこ行きます？じゃあ一
旦ゴミ箱の中を。そうだな。じゃあなんかよっこいしょってまたいでゴミ箱行きますか。よいしょ。なんだこれって思いながら。うん、三上瞳は何してんだろうって顔してます。俺はゴミ箱は気になるぞ。はい。ではゴミ箱の中を見ますと、ホチキス止めされたコピー本が一冊入ってるのを見つけます。タイトルはひらがなで、口縄様と愚かな裏切り者と書いてありました。口縄様、読みます、読みましょうか。読みます、はい、では情報に入りますね。ポチ、口縄様と愚かな裏切り者。昔々あるところに私たちの祖先が暮らしていました。口縄様のご加護のおかげでみんな幸せでした。しかしそんな恩を忘れて人間に恋した愚か者が現れました。愚か者は人間に私たちの秘密を洗いざらい話してしまったのです。その話を聞いた人間たちはしめしめと私たちの国に襲いかかりました。私たちはなすすべもなくやられ、ちりぢりになってしまったのです。口縄様は人間に恋した愚かな裏切り者に激高し、恐ろしい呪いをかけました。呪いの子を裏切り者の母体に仕込んだのです。呪いの子は裏切り者の腹の中で際限なく大きく育ち、腹を破裂させて生まれます。母体はこの肉体ショックで死にます。この呪いの恐ろしいところは、生まれた呪いの子もまた母と同じ末路をたどることです。呪いの子は呪いの子をはらんで死ぬのです。永遠と続く呪いを受け続ける一族となるのです。呪いの子はあの醜い人間どもと似た姿で生まれるのも特徴です。腹が破裂して死ぬまでの間、我々の奴隷として使い潰してやるのです。この一族は不幸で居続けることこそ生きる意味なのです。口縄様に逆らえばこうなってしまうのです。口縄様はずっと眠ることなく呪いをかけ続けてくれています。口縄様ありがとう、口縄様ありがとう、おしまい、といった内容でした。なんかいっぱいあるみたいだけど、どんなことが書いてあったの。なんか呪いの本だな、うん、呪いの本読んで大丈夫なの。まあ、直接影響はないが、口縄様、うん、といったものの存在について書かれていた、うんうん、ああそうなんだ、といった感じだな。この研究と何か関係があるのか。呪いが何か関係しているのか、うん、だし蛇人間とかもあったよな、さっき。そうだな、それが呪いの子だったりするのか。いやでも注射、わからない。まあ何かしらこの研究とは関わりがありそうな感じはするな。うん、そうだね、脱出のヒントになるかな。一応これ持っておこうか、いつでも見れるようにっていう感じで、うん、まあそうだな、うん、これはくしゃっとなんか胸元に入れます。落ちそう、大丈夫だな。あれだったら私持つけど、あいいのか、うん、まあ内容はまあ覚えたからな、うん、そうだね、お部屋調べる役にはあんまり立たないから。そんなことないぞ、癒しだぞ。でじゃあ持ってくれます、ありがとな。じゃあ大丈夫、これぐらいしかできないから。じゃあ私たちが探索を頑張るよ、うん、そうだな。じゃあ PC 見ようか。 PC を見よう。はい、じゃあよいしょってまたいで。三上瞳は何してんだろうって顔してます。何してんだろう、なんでよいしょってしてんだろう。はい、じゃあ PC を見てみますと、まあ、PC のマウスとかにちょんと触れますと、画面に QR コードをかざしてくださいと出てきます。近くにはこうなんか QR コードかざせそうなカードリーダー的な機械もあります。 QR コードか、 QR? うん、あハイテクだね。そうハイテクなんだ。多分このバーコードじゃ無理だもんな。まあそうですね、バーコードと QR コード、まあかざしてみてもいいんですけど特に違いますね、うん、QR とバーコードコードはそれは当然違う、うん、当たり前だ、うん、当たり前だ。そうだな、QR コードに値するもなさそうだし、一旦まあこの PC は置いておいても良さそうか、うん、何かロックを解除するものにもそんな感じがするし、うん、散らかった部屋でも調べるか。そうだな。
じゃあ調べますか、散らかった部屋。はい。なんだろうな、なんかな、まあいいか。散らかった部屋、はい、部屋の中を物色するなら、まあ目星とかですかね。はい、行きましょう。2人で振るんだぞ。いや、2人で振るんだぞ。はい、もう任せろ。行け、見えた。オッケー。おー、見ましたね。目星ます。よし、目星ました。2人とも見つけましたね。じゃあ2人とも散らかった部屋の中で不可解なものを見つけます。そこにあったのは白衣の一部、袖ですね。白衣の袖が転がってました。そしてその袖から青紫に変色した手がゴロリと覗いています。一体何が起きれば腕だけになってしまうんでしょうか。二人とも見つけたんで、二人とも3チェックですね。あらまー、あらら。余計な首は突っ込むなってか。よいしょ。なんだ腕か。なんだ、ただの腕か。現象なしですね、こいつ強いな。はい、ただの腕か。で、その腕なんですけど、研究員賞を握っています。で、まあ、前に見つけたカードとほとんど一緒なんですけど、違うところがありまして、うん、何が違うかというと QR コードがついています。お、QR コード見っけ、ラッキー。なんだ、この腕が持っていたのか。まあ、QR コードあったのって、じゃあ反対側調べてたら三上が戻ってきます。お、青色の腕が持ってたぞ。あ、そう、あ、う、ん、すごいね、平気なの。うん、まあよくあることだしな。まあ舞台セットとかでもよく使うからな、こういう腕。これは舞台で使う小道具なのか。うん、多分そうだと思う。違うと思うけど。じゃあこの QR コード、風さんは何してる人の、よく見るの。そうだな、そういえばよく見るって。そう、腕だけになった人をよく見るの。まあゲームとかでよく見るな。ゲームか、なんだ、リュウジさんもゲームをするのか。まあそれなりにな。まあ今度何か、私ゲームやりたくなくなってきたな。楽しいぞ。腕だけにはなりたくないかな。なるほど。まあ自分が腕だけになるわけじゃないからな。なった人を見るのも、うん、ゾンビアクションとかをよくやるということなのか。なるほどな。うんうん。はい、ハイテクだね。ハイテクだ。ハイテクだ。じゃあ PC、はい、調べましょうか。調べます。はい、で PC のとこ戻ってきました。QR コードをかざしてください。ピッ。ピッ。じゃあピッとしますと、1段階認証完了、続いて生体認証をお願いしますと出てきます。生体認証、この腕使えばいいんじゃないか。そうか、そうですね、横になんか指をスキャンするやつありますね。あ、ちょうどよかった、青い指があるじゃないか。なんでそんな明るいの。なんか誰ともなんかおかしくなってないだ、大丈夫、一回休憩する。いや、これって普通に、あ、まあそうか、私はセットでよく見るんだがな、違うのか。あ、そっか、そう、私がおかしいのかなって。じゃあ三上は黙ります。はい、生体認証お願いします。よし、よっこいしょ、ピッピッ。じゃあ、ててててんって感じで音がして、ようこそって画面に出てきます。おお、やはりこの腕の、この腕が、っていうことはセットじゃなくて人の腕か。あの、もう一回3チェックします。うわ。気づかなかった。おわ、こいつは怖。よし、では PC にログインすることはできました。ですが、まあいろんな情報があるんで、まあ、めぼしいものを探すなら、コンピューターか図書館かって感じですね。図書館だ。図書館の時間だ。図書借ります。図書借ります。よいしょ。ナイス、図書借り。無理だ。苦手だよな。うん、はい。じゃあ、深瀬は、気になる書類を見つけますね。タイトルは、タブードライバー使用設計書ってものです。読んでみます？ダブルクリック。カチ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 。じゃあまず画像が出てきますね。
画像が、こういう画像が出てきます。うん、で、情報欄に情報を貼りますね。ほい。タブドライバー使用設計書。タブの変身、タブの使用を以下に定める。1、タブへの変身は1日何回でもできる。素体への体の負荷など気にするだけ無駄だ。人類の命運を背負うのに1人の命など構う必要がない。2、素体が死亡するか気絶するまで変身が解けることはない。目の前の危機を排除するのに変身を解く必要がないからだ。危機を排除したなら用済みなのだからワクチンで殺せばよい。といったような内容で、また図書館に成功したので追加情報があります。追記。中期。人間の力を無理やり異星人の身体能力に合わせて引き伸ばしている以上、使用時間が長ければ長いほど狂気に侵されていく。正気を失ってしまえば、辺り一面を見境なく破壊する新たな危機となるだろう。そのリスクを確実に排除するためにワクチンの精度向上研究は必須。ワクチンの試作機と弾は、早乙女ドクターの個人部屋に一旦保管する。といった内容が書いてありました。なるほど。うん、コンピューターはさっぱりだ。うん。ハイテクだね。ハイテクだな。うん。私もよくわかんないかな。うん。何かわかったか？何か書いてあった？このタブーというのが、おそらく、その生命体の通称名ということで噂はそうかな。さっきの仮面ライダーのことか。おそらくそうだろう。仮面ライダーって何？なんか仮面ライダーみたいな見た目じゃなかったか。そもそも仮面ライダーってデスクのところに確か資料があったんすか。うん、私以外はみんな仮面ライダーが何かわかる感じ。そうだな。わかるぞ。そうなんだ。そっか。そっか。まあ。逆に、ひとみさんは何も知らないのかい？何も知らないってことはないけど、仮面ライダーは知らないかな？そっか。じゃあ、今度私のおすすめの一本見せてあげよう。大丈夫？人が腕だけになったりしない？それはないかな。どうだろう、爆発はするかもしれないが。爆発はするかもしれない、うん、爆発した後にいなくなってるな。うん。それ死んでるよね。まあ、正義は勝つものなんだよ。たんだろう。そうだそうだ。ああ、そう、そっか、そうなんだ。お子様向けではあるから、あんまりえぐい表現はないはずだ。人が爆発するのに？うん。そうなんだ。ハイテクだね。ハイテクだ。ハイテクだな。三上の頭には大量のハテナが浮かんでます。説明が難しいものだな。こういうのはもうちょっといい説明なかったんですか。なとこかな。あと話しておきたいこととかあります？そうだ、気になるのがそのワクチンと試作機の弾というものが、うん、ドクターの個人部屋にある一旦保管されているということなんだが、うん、この開発室とはまた別のところにあるのだろうか。なんだったかな、先ほどマップみたいなものを見たような気がするんだが、その時にあったか何か。なかったって考えれば、ここが個人的に開発を行っている部屋と考えていいのか。まあ、少なくともデスクは3つありますね、うん、確かにな。もう1個のデスク何もなんか目ぼしいものないと思っていたけども、見てみる。特にないですね。ないのか。じゃあこの部屋は後にそうだな。もう他に目ぼしいものはないみたいだし、何もないな、うん、そうだね。次の部屋行く。なんかひとみさん気になるものあるか。気になるもの、あ、まあ、いや特にはだいたい調べたんじゃない。そっか。じゃあ、うん、そうだね。私たちそろそろ目を背けてはいられないんじゃないか。これ以上無視はできないか。うん、どうしても気になってしまう私は。この足跡調べます。調べます。はい。はい。
絵ではこの血濡れの足跡なんですけど、人間の足跡と同じぐらいの大きさですが、まあ、確実に人間の足跡ではないです。不気味な足跡ですね。うん、おそらく足の裏に血がこびりついた状態で歩いたんでしょう。一旦以上です。うん、一個追加で気になるところがあるんですが、はい、この足跡の開始地点、うん、かかとが途切れているんで、うん、見てみます？見てみましょう。調べてみたいです。なるほど。じゃあ近づいてみるとこんな感じになってますね。うん、途切れている。なんだこのタイル、なんか蓋になってそうじゃないか。指が通せそうなところがあるぞ。はい、この足跡の出元近くの床には1メートル四方ぐらいの正方形の筋が見えまして、まあなんかこの床もしかしたら引き抜けるんじゃないかなと思うでしょう。うんうん、でまたそこの筋なんですけど、なんかあの持ってる研究印象がさせそうな溝です。ん？なんですけど、はあ、あの研究印象ってこう長方形なんですけど、長い方はちょっと入んなくって短い方なら刺さりそうです。じゃあ短い方を刺してみるか。刺します。はい。特には何も起きません。反応しないぞ。これ今刺したのは QR コード側ですか？別にとってQR コードはあの真ん中に書いてある。あのカードの、どっちでもいいけど、両方挿しても動かない。ああ、買わない。まあ見たらわかるんですけど、このカードって、あの長い方の辺にバーコードが書いてあるカードでして、短い方には何にもないんですよ。って感じです。この隙間の分厚さってカード1枚分ですか？うん、まあだいたいそんな、カードがちょうど入るぐらいのサイズです。うん、指は入らないな。まあ入れてもいいけど、うん、入れてもいいけど。2枚重ねることで1枚のカードの役割果たすみたいな、そんなことではなさそう。うん、今持っているもので解決できそうにはないな。ナイフで無理やりとか。いやー、壊しそうだな。うん、一旦ここは、そうだな、何かカードが必要なのかもしれない。他にも必要なものが揃ったらまたここに来るってことでいいかな。うん、なんだろうなこの足。カエルじゃないか。カエルか。なんだ、ただのでかいカエルか。じゃあ違う部屋行くか。行きましょう。他の部屋に行きましょう。そうだな。うん、じゃあ一旦どこに行きます？そのままじゃあこのマップ見て右ですね。うん、廊下に出る形で。では右側で行って廊下に出ます。この早乙女開発室ってとこから出てきましたね。うんうん、それ以外に正面に1個小沢開発室という扉がありまして、隣に1個アンノーン生態研究チームで扉があって、あと下への下りの階段があるって感じですね。まあ、目の前にあるし、小沢開発室でも行ってみるか。行ってみるか。はーい。じゃああなたたちは小沢研究室へと入ります。ガチャ。ちょっと待ってね、これ入れたっけ？ちょっと待ってね。入れろ、入れろ。でも入れることは入れると思うんですけど、あと一個ちょっと確認したいんですけど、うん、あの聞き耳で頭ぶつけたじゃないですか。ああ、うん。応急手当ってこういう、まあ、できますよ。あ、タイミングでできますか。うん、好きなタイミングでできますよ。あれ、そういえばさっき転んだけど大丈夫だったか。あ、そうなんだよね、怪我したまんまだな。ああ、そっか、私一応手当て多分できると思うが、やってみるか。任せていいか。不安そうな言い方。まあちょっと頭の治療だと自分一人じゃ難しいところもあるからな。うん、任せろ、うん、頼む。私ならできる。あ、よし。でも確定で1点は回復するんで全回復ですかね。よしよしよし。ここでファンブルとか出したら大変だったな。出しそうかなって一瞬思っちゃった。では2人がそんな感じで手当てをしてますと、はい、三上ひとみの顔色がちょっと悪いなってことが分かります。うん、あって感じで荒い息してまして、こうなんか汗が顔から滴り落ちてますね。ポタポタ。じゃあちょっとハンカチ取り出しながら、ハンカチないか。ハンカチないね。ハンカチないか。じゃあ、 あの病院着であの汗をこう拭ってあげながら、うん、
大丈夫か、ひとみさん。ありがとう。なんか急にすごく気持ち悪くなっちゃって。うん、あんまり。船酔いかも。あ、船酔いはあるかもしれないな。うん。あのちょっとごめんね。こっち見ないでくれると助かるかな。で、そのまま部屋の角の方に、廊下の角の方にフラフラフラっと出てきまして、うん、そこでこうなんか座り込みます。感じで、入ってるようですね。時間にして、うん、時間にして 2,3 分ぐらいするとゆっくりと立ち上がって戻っていきます、うんうん、あ、ごめんね、時間取っちゃったね。ちょっとは落ち着いた。よかった、うん、心配してくれてありがとう、うん、あまり無理はするんじゃないぞ、うん、あ、大丈夫、私は大丈夫だよ、うん、早く行こう、脱出の手がかり見つけないと。そうだな、早く帰りたいもんな。そうだね、うん、劇も見に行かないとだし。関係者席に招待してやろう。なんと、関係者でいいのかな。もう十分関係しただろ、私とひとみさんは。リュウジさんは金を払ってもらう。ここまで来た中野のにか。冗談だよ。そっか、そうだね、うん、じゃあ無事に出るか、俺たち。もちろんだ、うん、ね、見に行きたいな。うん、小沢開発室入るか、うん、ただちょっとちらっとその、はい、隅に入ったやつ見てもいいですか、うん、一応。ああ、何を知りたいですか。なんか内容物を。何食べたのかなって。特にないっていうことが分かりますかね。固形、うんうん、物系は特にないかな。なるほど。うん、まあじゃあただの船酔いだったのかなと思いながら、じゃあ、はい、開発室行きます。はい、じゃあ小沢開発室へゴー。はい、さて、うん、そうだな、デスクから見てみようかな、はい、まあ、そうだな、一番気になるな、うん、部屋の中は電気がついてて明るいです、うんうん、何者かに荒らされたような形跡があってやや散らかってますね、うん、ではシーン始めましょうか。はい、中は思ったよりも綺麗だな、うん、なんだか寒いな。そう、さっきと同じで結構散らかってるみたいに見えるけど、まあさっきのところが汚すぎて、うん、綺麗に見えるな。そうだな、なんか不思議だ。だいぶ整っている。うん、うん、あ、なんかあそこに寝てる人いるけど。そうだな、デスク調べようか、じゃあ、うん、なんか居眠りしてるみたいだし。起こしちゃ悪いだろ。入り口の目の前なんだよな。まあじゃあ先に調べますか、ね、死体、うん、あ、そっち行く、いいよ。はい、じゃあ死体調べますか。はい、まあ死体以上に目を引くものがあるような気がしないでもないけど、はい、気のせいです。何もありません。ありません、はい、ありません、死体は机に突っ伏して完全に死んでます。で、目は白目を向いており、白衣から覗く手や顔は真っ青というよりも紫色に変色しているのがわかるでしょう。じゃあお二人は3チェックですね。うん、まあ避けては通れない。やっぱり死んでたか。避けて通るにも限度がある。まあまさかね、死んでるわけ。はい、じゃあ検証なしです、はい、こいつはやばいな、強いな。65の人特にすごいな。うん、うん、すごい。なんだ、ただの死体か。ただの死体か。特殊メイクか、違うか、はい、ただこの死体は何かを書いてる途中に亡くなったようで、右手にペンを握っているといったところで一旦一応ですかね、うん、気になることがあればって感じです。左手に握っているのは鍵じゃないでしょうか。はあ、よくわかりましたね、うん、左手に握り込んでいるものが何かありまして、深瀬さんが手をほぐしてみますと、それは鍵です。今まで使ってきたカードキーとかじゃなく物理的な鍵です、キーです。うん、まあどこの鍵なのかはさっぱりわかんないでしょう、うん、一応預かっておこう。よく目についたな、うん、そうだね、なんかいろいろ気になるところが多くて左手までは分かんなかったな。というより、あの死体をもみもみしてるのがびっくりだ。うん、観察眼には自信があるんでな。観察眼の問題だろう。うん、いや死体に慣れているようにしか見えない。
最近のゲームってすごいんだね。そうだな、腕をもみもみするからな。腕をもみもみする、死体で腕をもみもみするゲームって何なの。VR とかなのかな。あの VR、 いやちょっとそんな VR はちょっとやりたくないかな。ゾンビのマッサージゲームだ。そんなのがハイテクだろ。ハイテクだろ。知らなかった。ハイテクだ。ハイテクだね。ああそのペン握ってるあたりとかにそういう書いてた書きかけのやつとかがあったりとかはしないです。うん、はい。殴りがけのものか。どうやらこの死体はですね、机に直接メッセージを書き込んでるみたいで、文章は読めます。はい。文章は、テキストで用意してあったかな、してなかったかな、してないような気がする。じゃあ読み上げます。はい。噛まれてしまった。もう間もなく私は死ぬ。誰でもいい。開花のメインブリッジで救難信号を出して、この恐ろしい事態を外部に知らせてくれ。もう時間がない。小沢先生、きっとあそこなら奴らをやり過ごせます。隠れていてください。鍵だけは死守しますしーと、こう死の先がうにゃ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 ってなってます。死守していたんだな。うん。噛まれてしまった。開花の救難信号。開花のメインブリッジで救難信号を出してくれ。誰でもいいって書いてありますね。それを出すことができれば助かる可能性があると考えていいのか？そうだな。外部との連絡が取れるかもしれない。うん。おそらくそれにこの鍵を使う必要があると考えていいのかな？うん。となったら、やはりリュウジさんが持っていてくれるか？ああ、この鍵は持っておこう。うん。まあ、死体はそんなところですかね。そうだな。あ、一応、うん、その死体の白衣も調べていいですか。うんうん、なるほど、死体を調べるって感じですかね。うん、はい。あ、白衣を調べる。白衣はまあ研究員証ぐらいはあるんじゃないですかね。じゃあその研究員証ももぶかわもぶじろうって書いてありました。なるほど。もぶかわもぶじろう。それ私が持っていいか。ちょっとなんかコレクトしたくなってきたのだ。じゃあもぶかわのやつは全部任せた。うん、任せろ。うん、死体はどうだろうな。これ以上調べても。うん、一応調べとくか。何か調べますか。何か調べれそうなものがあるかどうかで目星でいいですか。あ、まあ、あとは普通に何か噛まれたとか言ってたけど、そこら辺の感じですね。あ、噛まれた後ですかね。どこにあるかとか。うん、じゃあまあ医学か応急手当って感じですね。応急手当振ります。応急手当いけーい。なんでー、なんもわからん。もう応急手当いきます。はい、60以上は出る、信じます。成功。あれおかしいな。でそうですね、この死体の肩のところに噛まれた跡がありまして、はい、こうじんわりと傷口からにじみ出てる血が乾いておらず、死後そんなに経過してないことがわかります。とは死因について詳しく、もっと詳しく知りたいなと思ったら、まあ、医学とか生物学とか博物学とか知識の半分とかに成功する必要がありますね。あ、知識の半分言っていいですか。どうぞ、うんうん、じゃあこれは、これは私も触れますか。悪いいですよ、教えてもらえれば。うん、肩のところを噛まれてるぞ。お、本当だ、うん、痛そうだな。これ悪にってどうやるんでしたっけ。スラッシュ2で割るになりますよ。スラッシュ2で。この数字の横にスラッシュ2。えい、あー、惜しい、やった、4足りない。おー、ナイス。じゃあ、スメラギさんはわかりますね。この肩にある2本の傷口から、おそらく蛇による噛まれ跡だと推測できます。死因は蛇の毒で、まあ、おそらく内出血を起こさせるタイプの毒による死亡じゃないかなってのがわかるんですが、うん、どうにも傷口から推測できる歯の大きさが通常のヘビでは考えられないぐらい大きいです。
ってことがわかりますね。この髪跡は、蛇か。確かに蛇にしては大きすぎるな。ただ、傷口がめちゃめちゃやっぱりでかいから、蛇の毒で内出血で死んだとしても、巨大すぎる蛇。それこそ、蛇人間。人間サイズの。蛇人間か。そうだね。大きい蛇とかいるのかなって、こうなんかチラ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 部屋の奥を見ている。三上がいます。どうした三上さん。何を見てるの？お前がそんなに気になるか？大丈夫だよって言いながら、こうなんか、マップで言うと右下のあたりをチラチラ見ながら、大きいヘビいるのかなって言ってます。そんなに気になるんだったら、戸棚調べようか。戸棚調べようか。こっちじゃねえ。大丈夫だよ。うん、二人の調べたい順番で調べたらいいと思うよ。うん。じゃあ、戸棚を調べましょう。戸棚を調べましょう。はい、じゃあ戸棚行きますか。じゃあ戸棚は画像を出しますので、画像を見てなんかあれと思ったら教えてください。わかりました。戸棚はこんな感じです。影がありますあります。そして、はい、何の影だ。どこ気になります。左の棚の、上から3段目1冊だけちょっと立てかけられてるものがあります。傾き方が逆ですね。どこから調べます。本からじゃあ。はいはい、じゃあ1個だけ立ってる本があるんですけど、おかしいなと思って抜いてみますと、いや後ろに鍵穴みたいなものがありますね。おこれあれか、俺が持ってる鍵刺してみるか。んちょっといいのかそれ、すぐそんな刺しちゃって。刺します。一旦じゃあ鍵穴と、自分の持ってる鍵の形を照らし合わせてみます、いやなんかぴったり合いそうですね。どこからどう見てもこの鍵だな。鍵穴があると鍵ってはめたくなっちゃうよな。その前に一瞬見てみないか、こっちの影。そうだな。あ、調べてみよう。はい、じゃあそこを見てみますと、なんでしょう、重いものが何度も引きずられたような跡があります。ああ。となるとあれだな。鍵を刺すと本棚が動いて下への通路が現れるといったところか。よくわかるな、ゲーマーなのかやっぱり。はい、ハイテクだね。うん、ハイテクだ。随分ハイテクだな。どうします。右の本棚、右の本はやけに本が詰まってる。そうだな、パンパンすぎるな。なんかやけに薄いのが、右の本棚に対して、こう図書館振るとか、まあ別に特に情報は出てこないですね。なんか専門書とか多いなって感じ。ああなるほど。なんか難しくて全然わかんねえなって感じ。左も他の本はそんな感じですか？そんな感じですね。戸棚、まあでも戸棚でっかい戸棚だから、右の戸棚は動かせそうですか？いや。微塵も動かないですね。なるほど、まあ、そう考えればじゃあ鍵ちょっと待て、刺すか。戸棚以外の他のところは調べなくて大丈夫か？あのまだあっただろデスクとか。ああそう、一旦じゃあ戸棚後にしましょう。はい、じゃあ一旦戸棚を後にしました。じゃあデスクを見ようか。デスクだな。これじゃなんかあれだな、嫌なことは後回しにするタイプなんで。給食とかお弁当の好物は先に食べちゃうみたいな。そう、そう、嫌いなもの最後に残しておくタイプ。そう、最後に残してツンツンって箸でちょっとやる、お行儀悪い感じだったかもしれません。残しはいきませんよ。でも好きなの最後に残すタイプだな。うん、私も。最後はにっこりして終わりたい。うん、わかる。幸せで終わりたいんだよ。じゃあ川調べろ。はい、ではデスクの上には様々な書類が散らかっています。この中から有用な資料を探すには、図書館ロールがいるでしょうね。うん、じゃあまた図書かろうか。そうだな。これもう当たり前のように使ってるけど、図書かるってなんだ、意味がわかんない。そろそろ私も図書かれる気がするんだ。よいしょー、 OK ギリ
うん、よかった。ではお二人は写真付きの気になる資料を見つけます。タイトルは D3 ドライバー開発報告書。読みます？読みます。読みましょう。はい、じゃあ写真はこんな感じです。仮面ライダーか。お、かっこいいな。D3 ドライバー開発報告書。はい、ライドシステムを利用した人工ドライバー汎用対異星人戦闘強化走行 D シリーズバージョン3。通常 D3 ドライバーの開発進行進度は 100% に達した。装着者の身体能力をベースに人体の構造限界を超えて飛躍的な白兵戦能力を有するようになる。装甲は地球上に存在しない新金属をまとう。各校男性限界が未だ計測不能。とてつもない衝撃吸収能力だ。ただ我々の尺度でいうと超性能ではあるが、アンノーンやそれ以上の脅威に対してどこまで渡り合えるかは不安が残る。さらなるバージョンアップを継続的に行う必要があるだろう。ライドシステムを使わず装甲を直接装着する D2 シリーズも完成しているが、こちらは人類のこれまでの技術の延長線上の装置だ。実用レベルのマシンパワーはまだない。緊急時以外は運用を考えるべきではない。また図書館に成功したので、さらに見慣れない表題のついた写真付き資料を見つけることができます。タイトルはライドシステムについて。画像がこんな感じです。ん、やはり変身ベースか。ライドシステムについて。小沢技術顧問が発見した古代アーティファクトをライドシステムと命名する。現在の人類では到底解析不能な技術が詰まったブラックボックス。この装置単独では何の効果もなく、ドライバーと呼ばれる小型の装置を差し込むことで様々な効果が現れるという。現在判明している効果は人間の能力を超越する存在に変身できることのみにとどまっているが、惑星を移動させたり軸を飛び越えるドライバーまで存在する可能性があるという。いずれにせよとてつもないパワーを秘めた代物であり、異星人やそれ以上の存在と対抗できる人類の新たな武器になるだろう。以上です。なるほど。なんか脱出の役立ちそうなものあった？いや、脱出の役には立ちそうにはないんだが、うん、ここで行われている研究というものが、そのアンノーンという生命体に対しての対抗手段として、人工ドライバーライドシステムを利用している、またそういった研究をしているというふうに捉えていいんじゃないだろうか。そうだな。これ人類の武器と考えるべきなのだろうか。ただそれの対抗策をこう開発するために実験台を使ってわざわざそのアンノーンにさせているっていうわけだろう。多分ここの開発者たちはそれを私たち撃たれているよな。多分アンノーンの DNA 因子を注射されているのでは。うん、それとタブーの使用とどういうつながりがあるのか、特撮のセットかと思ったが、そういうわけでもなさそうだなこれ。限りなく近いものではあるかな。ハイテクだね。ハイテクだ。これはでも紛れもなくハイテクなものな感じはするがな、この写真。なんだ、ちょっとハイテクすぎてなんかこうあんまり理解が追いついてないというか、2人はなんかよくなんかスルッと飲み込めるね。まあなんだろう、アニメとかそのテレビの中の世界に来たみたいでちょっとワクワクしている。ああ、そうなんだ。なんかすごいね、なんか頼りになる、たくましいね。そうだな、内心否定はできない。私結構怖いから、なんかすごいね二人。まあ何でもかんでもちょっと興味を持ってやってしまうのが、まあいいところでもあり悪いところでもあると思っているが。うん、おいいところじゃない。そうか。やりたいことができるのはいいことだよ。そういう風に人のいいところを見つけて褒められるひとみさんの方がいい子だよ。そうかな、そうかなってこうじゃ照れ照れしてます。かわいい。何やってんだ。ラブコメの波動を感じる。くどくの好きだからね。じゃあ
最後ピーマン調べますか。そうだな。ピーマン。ピーマン。ピーマン。ああ、残った皿の上に残ったピーマン。皿の上。ピーマン嫌いなんだ。ピーマン大好き。ああ、よかった。私も大好きよ。ピーマンは大好き。一緒に何言ってるのか分かんなかった。嫌いなものがなさすぎて。パクチーかな。ああ、パクチー別に食べなくても怒られなくない？じゃあなんだろうな。家庭にパクチー出てきてパクチー食べなさいって怒ってるお母さんやちょっと嫌だな、うん、ちょっとちょっと過激派なんだろうな庭で大量に取れたんだろうな、うん、地下栽培してそうはいはい、皮いきましょう、はい、はい、ピーマン、はい、じゃあもう気合でガン無視してましたが、この開発者で一番異様な雰囲気を醸し出してるのはこれです。うん、白い川のピーマン。ピーマンです。うん、ピーマン？はい、あなたたちより一回り大きいサイズで人型の白い皮、抜け殻のようなものです。腕と思われるところ、足と思われるところはあるが、まるで竜のような頭部と太い尻尾のような部分がある。背中はパックリと裂けていて、まるで爬虫類の脱皮した跡のようだと感じました。綺麗に脱皮できてるな。そうだな。見事だ。感想それで合ってる？そんな、なんか大きい生物でも綺麗に脱皮ができるんだなという感動を覚えたよな。あ、そうだな。爬虫類好きとしては感動するんじゃないかこれは。うん、そっか、そうだね、うん、そうだね。まあそれにしては自分を納得させてますうーん、手と足もあるし、なんか蛇かと思ったけど、これはトカゲのような。そうだな、これこそその蛇人間というやつなんじゃないか。蛇人間も脱皮をするんだな。まあ蛇の要素を兼ねてるからな。そっか。ああのこの脱皮の皮、顔の部分と、うん、あの死体の、その噛まれた、うん、大きさを比べ合わせるってできますか。ほぼ同じ大きさですね。やはりこれに噛まれたのか。なるほど。この脱皮してその裂けてる部分の中とかってなんかあったりします。え、なんか、え、じゃあネチャネチャしてます。ああ、そうか、中はこうなっていたのか。ネチャネチャしてるねば。あれそいつが脱皮した。いや、なんかもうなんか余裕とか通り越した何かに思えてきたんだ私もちょっと怖くなってきたんだ。そうそう、なんかもうなんか頼もしい通り過ぎて怖くなってきたんだけど。あまり近づかない方がいいかもしれないぞ。何をそんなに怯えてるんだ。なんか嫌なものを見たんか。いや、あ、いや、いやってというか深瀬さんの反応怖いなって。なんか見たことあるの？だっていや見たことはないか。全然びっくりしてないから知ってるものなのかなって、うん、一瞬敵なのではないかと思っていつでもナイフを取り出せるようにしてしまったぞなんだろうな、そのゲームの知識というか体が慣れてしまっているな、うん、怖いゲーム結構やってる私でさえあまりそれは理解できないか。まあ何か言いたくない。理解力というか、ああ、よかった、適応力が高い方なんだ。心理学振りてー心理学振りますよ。何パーセントですか。56% です。あ、マジでだいぶある。あ、じゃあ振ってみるか。振ってみます、深瀬に対して、はい、あ、じゃあこれ公開で振っていいよ、 PCI だし、はい、なんでだい、はい、じゃあ深瀬さん本当のところはどうなんですか。まあ秘密だ、うん、じゃあ何もわかんねえって思いました。なんだこいつ何考えてるかマジで読めねえって思いました。定期的に噛めない、定期的に探りを入れてみよう、うん、噛めない男で PVP が始まるじゃあこっちもその度に拳を拳を女に暴力振るな、うわ、なんなら始まる前守りますって言ったよ、本当にな皮、じゃあ、うん、なんだろうな、皮他調べられそうなところ、むしろ何か気になりますかって感じですね。こちらからは特に出すところはないです、うん、この脱皮の下皮ってちょっとちぎれ、一部分ちぎれたりします？
もうちぎれると思いますよ。っ持っとこうかな、なんか。おいいと思う、うん。別に可能ですね。これ。あ、じゃあ、うん、その足の形って、うん、さっき見た結婚と。ああ、同じような形してますね。同じ形か。まあ、これで完全一致したかな。これはお土産話として持っていくために、ちょっとちぎっておこう。あ、大丈夫、それいい思い出になれる。いや、こういうの面白おかしく語るのがいいんじゃないか。だったらちぎらずに丸ごと持っていけばいいじゃないか。うん、首にかけて持っていく。なんか、まあ、蛇首にかける人みたいな、うん、アナコンダ首にかける人みたいな。この脱皮の皮に入ることができますか。まあできますけど、さっきも言いましたが、ネチャネチャしてるのと、普通にまあなんか動いたら破れると思いますけど。ああ、じゃあやめときます。いや、俺もヘビ人間になれるかなって思ったけどな。残念だったな。さすがに、もろすぎたか、皮は。今何しようとしたの？理解しない方がいい。はあ、理解したら、ハイテク下がりそう、アンチが減る、うん、これに関してはハイテクというよりかは、うん、普通に怖がっていいと思うぞ。あ、そうなの、分かった、うん、怖ー、なんか心理学成功したらアンチ振りそう、怖ー。じゃあ後にします。あ、じゃなくて戸棚だ、戸棚ね、はい、戸棚、戸棚、戸棚出しますよ、戸棚、はい。じゃあ鍵穴、戸棚の鍵刺しましょうか、うん、はい。ではちょっと待ってね、はい。ではカチャリ、カチリと鍵をひねりますと、カチリとなった後ゴウンゴウンと駆動音がします。すると左側の本棚が右へとずれていき、本棚の鍵から扉が姿を現しました。ドアノブ等はなく、それは自動扉のようで、シャッと隠し部屋の扉が開きます。入りますか。入りましょう。あ、その前に、うん、まあ一旦懐中電灯で先が続いているかどうかの確認を、はい、まあ隣は部屋になってますね、うん、本当に明るいですよ。明るいか。うん、はい。まあ、入るだけ入ってみよう。うん。はい。では、あなたたちが隠し部屋に入ると、再びゴウンゴウンと音がし、背後の扉は閉まりました。といったところで一旦 CM に入りますか。お、コマーシャルだ。コマーシャルの時間だ。今、こう、扉ガーンって閉まった映像で、こう、コマーシャル入ってきた。いいバターン。ゴゴ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 ゴ